この先に海底洞窟の目印の岩場があったわ。洞窟は海の中にあるんだよね。クレレちゃんにもらった指輪と水晶玉があれば通れるって本当なのかな。
巨大な怪獣、ヘルサーデントはドラゴンの一種。水の玉を飛ばしてきたり、海の中に引きずり込もうとしてきたりするわ。巻きつかれたら何としてでも振りほどくことも。私、山育ちで泳ぐのは得意じゃないから、こんな深そうな海に引きずり込まれたら溺れちゃうかも。水の抵抗で動きにくい。でも海の底を進んでるなんて不思議な気分。水中では移動する速度が遅くなる代わりに高くジャンプできるようになるわ。勢い余って高く飛びすぎないように慎重に行くべきね。クレレちゃんのおかげで息継ぎしなくていいんだよね。この武器や衣装がもっと軽ければ泳いでいけるのに。
魔力の残りは大丈夫かしら？あの魔法使いが言っていたけど、魔力がなくなると窒息死してしまうわ。窒息死？こんな海の底で誰にも知られずに海の藻屑なんて嫌だよ。私もごめんだわ。焦りは禁物だけど、魚やカニの餌になりたくないし、なるべく早めに進みましょう。また来るわ。気をつけて。
光が見える。この先は空気がある広い空間になっているみたい。やっと水の外に出れるんだね。水の中はもうたくさんだよ。冒涜的な姿ね。これが、わだつね。うねうねしてる。しかもなんか吸盤がいっぱいついてるよ。あんなたくさんの触手、まともに相手をしていたら体がいくつあっても足りないわね。一旦、奥にある岩場まで逃げるわよ。岩場まであと半分ってところよ。足を踏み外さないように気をつけなさい。岩場まであと半分ってところよ。足を踏み外さないように気をつけなさい。
う少し頑張りなさい。間違いない。こいつが和田摘み。なんてまがまがしい姿。きっと島から溢れる邪悪な魔力の影響でこんな見た目に変化してしまったのね。和田摘み、元は人間に慕われる神様だったのに、海を沈めてたくさんの人々の命を。見つけ、危ない。